たレギュラー、ビッグでお願いします。痛い。熊本県の実践ホールは司菊予店です。パチンコ690台、パチスロ331台、地域の皆様が存分に楽しめるよう毎日元気いっぱいで営業しています。皆様のご来店をお待ちしております。大変なことになってきたね。3回連続200以上。あーやばいよ、本当にやばい。この勝者だったら負けが見えてくるよ。そろそろビーク当たらないと。いやもう本当に負けたくない。それだけは勘弁して。あの状況から負けはない。まさかの300、連発ハマり化けはもうどうしようもないでしょう。もう本当に負けが見えてきたよ。大変なことになってる。今多分トントンぐらいまで落ちてきた。よくてトントンぐらいかな。多分負けてるね。あの状況から、あのパーティータイムからテンションの下がりもだいぶ精神的にやられますよこれ。この3回連続バケ1個でもビッグだったらね、そんなひどいことじゃないですけど、バーバーバーやからね。これでさらに次もバーだったらもう死亡フラグですよ。箱もない、箱がもう全部全滅。やっと、もうね、だいぶもう多分700枚くらいかな、飲まれたのは。とりあえずレンチャン、とりあえずもう無理です。また100円超えたりすると
さすがにね、何4回連続はハマらないでしょ。よし51ギ、やった。本当にもう直でな、チェリーどうでもいい。イエス、まだ OK。 これで多分トントンに戻った。51回転、ちょっと元気戻ってきたよ。この100ゲームが勝負。この100ゲーム以内にまた当たればまたプラスに持っていったっていう感じね。さらに贅沢言うとゾロ目のゲーム数そろそろ来い。こんだけね、結構連チャンしてるけどゾロ目のゲーム数来ない。当たった。しかも33。当たった。ここですよ。これがピークだったら500枚ゲット。おー、あーよかった。気持ちよかったな。今逆押し、普通のランプですけど、ピークでお願いします。本当に頼むよ。ここでかい。500枚一気に獲得、プラスビッグ分の、ね、350枚なんで、ある意味850枚です。よし、プラス500枚。やった !OK!OK!OK!、OK OK OK、いいよね、この音楽。ワンモアタイム。達成はゼロではない。いやでもこれでおそらく何がどうなっても罰ゲームだけは回避できた。それは相当嬉しい。もう次何やられるかもう分かんないからな、怖いわ。これでもうないから、絶対投資がだって600枚でボーナスポイントだけで600枚がほぼ戻って、本当に100枚さえ流せば罰ゲーム回避なんで、で今一箱あるからね。いやー、はあ、今のは最高に嬉しかった。ぐらい終わった。いやでもよかった、もう大丈夫、負けはない。もうちょいかな、時間的にあともうちょいです。200まで行ってみようか。最後は
もう1ピックぐらいいけそうな気はするけどね。200、やっぱり立ってるうちにやめるべきだと思うんですよね。そうしましょう。このラスト9枚でいきます。はい、ここで終わりにします。ちょっとだけ早いですけどね、勝ってるうちに終わりたいと思います。もう一回飲まれかけて、そこからまた取り戻すのはちょっとそこまで元気がないと思うんで、1日、まあ、半日5時間、まあ、55分まで行ってないですけど、一応朝一遅かったね、マススピードが。まあ重いやつ両手3キロつけてたからもあるんですけど、2787回転でピーク12位のバケ5ですよ。ピークばっかりでどうにかなりましたね。まあ、ここで第2回熊本編実践の部分終了します。お疲れ様でした。勝った場合、いまいちちょっと熊本弁は覚えきれてないですけど、勝ちました。気持ちよく勝ったって言いたいところなんですけど、本当にギリギリのギリギリなんで、プラス投資が、600枚の流したのが703枚、プラス103枚、まあって感じやけど、ただ、最後の最後にボーナスポイント獲得できて、ゾロ目のゲームズでビッグボーナスきまして、プラス500枚ボーナスポイントいただいたんで、今回はプラス603枚。前回マイナス2000枚の、まあ半分までいかんけど、だいぶ取り返したんで気持ちよく今回の実戦終わったんですけど、ただ今日打った台決して痛いじゃなかったかもしれないですけど、隣、そしてその全体的に角2が本当に良かった。今日は僕の隣がずっと本当に130分の1ぐらいかな、本当にすごい調子良くて当てて、ニューアイムジャグラーもそんな感じの台が結構あったんで、まあ僕が前回動きすぎて負けたっていうのが、今回動かなさすぎて負けそうになったんですよね。それ反省して、次の実戦の時はまあ粘りすぎずに、移動しすぎずに、勝利目指したいと思うんですけど、熊本最高でした。本当唯一一個だけやり残しあるんですよね。くまモンに会えてないです。くまモンに会いたかったんですけど会えてないんで、またいつか熊本に行きたいと思います。よし、勝ったから今回気持ちよく帰ります。では次よろしくお願いします。バイバイ。やった。前回はマイナス2000枚だったが、今回はプラス3枚数とボーナスポイントのおかげでオフ会の招待人数が4組に。次回の収録は博多です。ラーメンの聖地からの実践期待してくださいね。毎月抽選で豪華グッズをゲット。お名前、ご住所、電話番号、番組の感想を添えて応募ください。今月のプレゼントはこちらです。どしどし応募してね。
今回は博多でゴーゴーチャン。OK、 頭突き1000で済んだ。なんぼ